皆様こんにちは。大沢資料プロジェクトの生島でございます。日曜日のお昼下がり、大沢久渡スペクタクル第5回にお運びいただきましてありがとうございます。まずはじめに本日のゲストをご紹介いたします。大沢先生のご子息、としふみさん、さちこさんご夫妻と、ご令嬢の先生のご令嬢、本庄徳子さん、そしてお孫さんの緒方明子さんと津田恵子さんでいらっしゃいます。ありがとうございます。もう一方、先生を世に知らせた神戸新聞社の藤本健一さんもご来場くださいました。さて、2点お話しいたします。一つは大沢久渡という天才作曲家について、もう一つはスペクタクルというこの演奏会についてです。皆様はクラシック音楽で日本初期の作曲家というとどんな方が思い浮かぶでしょうか。滝廉太郎や山田耕作だと思います。大沢先生は山田先生の20歳年下、1906年明治39年に神戸で生まれ、今年は生誕111年です。日本の作曲界自体がまだ黎明期でした。先生は関西学院卒業の1930年、昭和5年にアメリカに渡り、作曲の道を歩みます。才能は花開き、オーケストラ作品があふれるように生まれました。戦前の日本人にある最大級の作品群です。そしてボストン交響楽団を日本人として初めて指揮しました。小澤征爾さんがボストン教の常任指揮者になる実に40年前の出来事です。先生はそれからヨーロッパに渡り、さらに研鑽を積みます。パリデビューの新作発表では大成功を収めました。当時の最も華やかな音楽都市パリで世界的な作曲家として認められたのです。日本人音楽家として極めて稀な華麗なキャリアを築きました。ところが留学を終えて帰ってきた日本はあまりに差がありました。先生の帰国後数日で226事件が起こり、国は戦争に向かいます。戦中はラジオを通じて作品を発表しました。戦後は音楽による人々の心の復興、これを願って獅子奮迅の活躍をなさいました。そして千に近い作品を書いたところで47歳の若さでお亡くなりになりました。それから60年以上もの時が流れました。
では、このスペクタクルという演奏会の趣旨についてご説明いたします。大沢先生が教壇に立たれた唯一の学校、それが神戸女学院でした。大沢家は先生の没後半世紀以上も保管しておられた自筆の楽譜など3万点の遺品を女学院に寄贈なさいました。今から11年前のことです。私は寄贈資料の責任者となり、スタッフとともに2冊の作品目録を編纂いたしました。こちらでございます。調査の結果明らかになった先生の活動は素晴らしいものでした。作曲、編曲、指揮、教育、オーケストラの設立、すべてがきらめいています。しかし今先生の音楽のほとんどは楽譜のまま眠っています。そこで先生の作品を聴いていただくために演奏会を始めました。それがこのスペクタクルです。本日お聴きいただく作品はその斬新さに驚かれると思います。初期のソナチネは84年も前にボストンで作曲されました。一番新しいホームソングでも64年前、晩年の作品です。先生の音楽は時を超えて私たちに語りかけます。9月には東京のサントリーホールに2000人を超す聴衆が集まり、山田和樹さんの指揮によって交響曲第1番などが世界初演されました。その堂々たる響きは専門家から、この初演は2017年の日本作曲界における最大のイベントであると評価されています。このスペクタクルではオーケストラ以外の作品を聴いていただきます。本日の音楽会は演奏家のご好意によって後日 YouTube にアップいたします。また評伝を書き上げ出版いたしました。こちらでございます。リサーチに7、8年、執筆に3年をかけました。ボストンやパリにも研究に参りました。大沢先生の直接の教え子の方々に聞き取り調査をいたしました。山本聡子先生、岡田晴美先生、内田玲子先生をはじめとする皆様からご教授をいただきました。それらはすべて大沢久人という類まれな方の生涯を記さねばならない、大沢先生のことを広く知っていただきたい、
この思いからでございます。本日はロビーにて販売いたしております。お手に取っていただけましたら嬉しゅうございます。お待たせいたしました。それでは演奏に移ります。皆様、大沢ワールドをご堪能くださいませ。